はい、皆さんおはようございます。いやいや、いい天気かな。12月11日日曜日ですよ。もう年の瀬のね、チャタンは、クリスマスソング、クリスマス年中ね、そんなイメージで、もう年の瀬ですね。はい、ということで今週もね、元気にお届けしましょう。日曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。嘘のような本当の話ね、私パーソナリティの秀人がお届けしていきますけれども、時刻はね9時30分を回りました。そのような本当は先週も嘘が、炸裂していてという感じではあるんですけども、番組のメッセージお待ちしてますよ、ね。はい、7月からね始まったこの嘘のような本当のままね、どんな感想かな、信じられないみたいな、何でも結構です。メールアドレスは 797@fmgino1.com ということで、YouTube でね、ライブ映像を見れます。はい、それからスマホではリスラジがいいかな。僕もね、使ってるんですけど、マイチューナーレディオ、ね、こういった形でダウンロードしてラジオを楽しむっていうのは今風だと思います。はい、そんなわけで今週もね、はい、ドクター水素ボトル WO イーストから北条さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、それと今週またね、こういうゲスト大先輩をお迎えしていますけれども、はい、この FM ギドランでもねご活躍中というね、はい、よし新井さん、新井よしおさんをお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。って言ったらいいかな、はい、時間的にはね、はい、よろしくお願いします。別にあんまり怖くないけどね、だいぶ頭薄くなってきたんだけど。いや新井さん、知ってる方はそうじゃないですけど、初めて見る方はちょっとギョッとする部分あるかもわかんないですよね。 なんでよ、いい男だから。そうそうそう、リーゼントにグラさん。僕も初対面の時にこの人が教育関係でね、どうせいろいろご指導いただける方だよって沖縄県庁におすすめの方からご紹介いただいたんですよ。そうです。まさかこの人と思って、その人でした。はい、そうです。いやいや、新井さん最近もね、本当に水素ホテルありがとうございます。いや、もう素敵でしたでしょ。ありがとうございます。愛用してますよ。もう朝晩とね、朝だいたい朝30分、夜は30分くらい、な時間の時は1時間ね。でうちのかみさんはずっとなんか昼間も寝ながら、ずっと寝て、ね、水素ボトルするとなんか睡眠が良くなるみたいで、眠くなっちゃう、ね、しょっちゅう寝てますよ。あ、いいですね。もういいことですね。体休まって。そう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 。前の奥様とね、ご一緒の時にお会いしましてね、新井さんが使い終わって寝たなと思ったら速攻私取りに行くわけよとかって寝たら外されちゃうんですよ。もちろんだから一応そのね30分なんですよ。それからね、家内が吸いながらもうすぐ爆睡するという。なるほど。朝起きてるとそのままもう何もついてない、そのままもうついてるからね。10月からね、新井さんのご紹介で主政会っていうね、経営者の方やね、主政クラブね、いろんなね経営者の方やね、この素晴らしい方々の出会いを頂戴してるんですけど、結構皆さんね口揃えてるんですよ。新井さんお伺いってないとか言って、ね、いやそうかもしれない。でも本当に本当に肌ツヤ、肌ツヤ良くなりますよね。本当にね、本当ね、うん、うん、でほらそれこそそーんと驚いたのが、最初ね本日お会いした時の新井さん、はい、こうほら手が左でしたっけ、痺れてたんです。痺れが時々出てね、そう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 、これもうだいぶほとんどなくなりました。うん、これは早かったね、反応が。なんかね、お医者さんには適当にこう煙に巻かれるような説明されてたんですよね。原因いろいろ調べたんですよ。もう MR も撮ったし、あちこちでも撮って、原因なんですかって言ったら、いや老化ですねって。で直しはあるんですかって言ったら、いや適当にやっときゃよくもなるし悪くもならんし。すごい適当ですね。そう、適当なんですよ。老化はしょうがないですわけさ。もうこっちも反論できないですよね、老化って言われちゃうとね。ああそうですかって、ね、そうです。いやいや、そんなね老化をね止めるとは言っちゃいけないのかわかんないですけど、うん、そうですね、やっぱりどこかね、その水素の力っていうのは、やはり私いろんな方にね毎週お越しいただいてお話伺いますとね、やっぱり教えてくださいますよ。
その効果を、はい、やっぱりね、あの奥さんもね、本当に、はい、あの危機とした表情で、うん、これいいよいいよって言ってくださってると、やっぱ嬉しいですよね。そうですね、血流なんですよね、やっぱりその MR なんか見てもところどころ細くなってると血管細いですから、そういうところでなんかあの圧迫されてるんだ心臓ね。なるほど、流れが悪かったんですね。なんか細くなってるとこあるんですよ。いやいや、あれなんですよ、校長さん、原井さんもね、本当に多くの方ご紹介いただいたり、学ばせていただいてるんですけど、本業としては実はね、いろんな、まあ、会社さんと企業さんを助けてらっしゃる、まあ、今ですね、はいはいはい、うん、で今あれですか、そのまあ教育関係もそうですし、その教育にこうついて回る方、なんですかね、体験、自然体験の、うんね、うん、まあそういう学習センターみたいなね、うん、うん、まあ今その姿勢クラブでもそうですけど、皆さんにまあご案内してるね、私の仕事も一つとしてやる学びの森、ヤンバル学びの森というね、まあヤンバルというとね、うん、テレビでもねこの間やりましたけど、ヤンバルの、うん、何でしたっけ、テレビでやったのはヤンバル、なんだ、どんどんどん、ちむどんどん、ね、ちむどんどん、ちむどんどん、あれヤンバルのねストーリーですけど。そこのヤンバルっていうのが世界自然遺産に認定されたんですよ。ヤンバル三景、いわゆる三町村ね、うん、いわゆる国頭村と大宜味村と東村、もう三村だね、三村にまたがるその森ですね、自然の森がもう世界のどこにもない、どこにもいないような、いわゆる希少動物がいたり、ね、あるいは希少植物があったりつんで自然遺産に認定されたんですよ。そこの森をですね、本当に目前に望むね、いわゆる宿泊施設とキャンプ場と、いわゆるネイチャートレイルなんかのアクティビティ、あるいはカヤックもありますね、うん、そういう本当に自然環境に恵まれた、もう世界自然、いわゆる遺産の中で遊ぶみたいなね、うん、まあ、そういうところの運営をね、いわゆる国頭村から委託を受けて、いわゆる指定管理ですね、うん、それを我々のグループ会社でやってるんですよね、はい、そんなことやって皆さんにもご案内してます。素敵なね、はい、まあ、沖縄ってね、ホードさんもご存知、うん、言ったらそうそう、まあ、ゲームセンターもちょろちょろとあるんですけど、うん、そういう子どもたちとね、親子が本当に触れ合う自然をこうね、環境を元にしたこう体験っていう、うん、それはだってなかなかね、他の県とは比べ物にならないぐらい、ね、うん、恵まれてますよね、沖縄ってね。ね、そうですよ。北条さんも今度、沖縄来られるときはぜひそこ泊まってくださいよ。はい、ぜひ一緒にね、はい、そうそう、僕も行きたいと思ったよ、息子連れて、水素ボトル持ってね、はい、うん、夜はそれ吸いながら、うん、昨日万座網に行ったんですけどね、はい、行った時にまあ、いろんなことそういうことも書かれていて、ちむどんどんどんっていうのがありましたよ。ちむどんどんどん、あ、ちょうどちむどんどんやってる時、そうそうそう、あ、もうね、目ざといというか、もう東村家のちむどんどんのどんどんどんぶり、ね、中に何入ったんですか。そうそうそう、いろいろ入ってるんです。入ってる。で、まあ、その地域すべての得意などんぶりが紹介されて、うん、それでちむどんどんどんっていう紹介されてました。まあ、あれは海のそばだから、ね、女村だから、なんか海のものが多かったんじゃないかと思うんだけどね。はい、うん、まあ、ヤンバルの場合は海のものも、海もありますよ、山もある、はい、両方なんですよ。特に山が他の地域にない山ですよね、よく知ってる方も。あれですよね、海 の、 北側と南側っていうか、はい、東側の西側っていうか、はい、抜けるときにヤンバルの森のところがバーッと抜けていきますよね。そこちょうど東側や西側のちょっと中間にあるような、ね、山の上なんですよ、はい、だから特にまたそういうヤンバルのクイーンだね、はい、これは本当にたまに見れます、はい、特に夜がね、最高なの、満天の山の上にあるんで、周り何もないですから満天の星ですね、うん、そこでいわゆるナイトハイクってね、夜はハイキングしたりするんですよ。そこでは時々僕も見たんだけどね、ヤンバル、ま、学べる森じゃなくてヤンバルクイーナ、うんうんうん、昼間はみんな隠れてるからね、あんまりね、なかなか遭遇しないんですけどね、見れないんですね、なかなか遭遇しないですね、なかなかですよ。鳴き声よく聞こえますよ、はい、うん、施設のうちの施設にはもう大体朝晩鳴き声聞こえますから、なんか変わった鳴き声されるんです、うん、クイックイックイって言うのよ、クイッ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 、知ってる人クイックイックイって沖縄の人もそうそうね、ヤンバルクイナ会ったことないって言いますよね、はい、夜は何でいいかというとね、夜寝るんです、寝てるんですよ、ヤンバルクイナ、それがその草むらに隠れて寝てるんじゃなくて木の上で寝てるんです。
要するに外敵からやられないように木に登ってそこで寝てるんですよ。だからそのガイドっていうのもね地域にいるんですけど、そのガイドさんが大体どの辺にいるかって大体分かってるから、はい、夜ナイトハイクするときにね、いわゆる懐中電灯のすごくあの遠くまで照らせるのってこうやって、ね、木の照らしてきて、俺あそこさこの間あそこにいたんだけどなって言ってるうちに いたんですよ。寝てるんですよ。寝てたからもう照らしても起きないぐらいもう静かになってる、ね、うっかり落っこっちゃうことがいないんですかね。ないでしょうね。まあそういう動物の習性はすごいですよね。すごいですね、はい、落っこっちゃったら大変だ。というわけでですね、今週はヤンバルクイナ特集ということで、ね、お届けしておりますけど一旦コマーシャルいきましょうかね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の和ということでね、この和というのは話という字を書きますよね、沖縄の和でもあるし和になって考えてみようかね。はい、12月11日寒くなってきました。僕ね最近思ってるんですけど、息子がね中2のねこたつ買ってくれっていうわけさ、この場に及んでこの時期にさ、こたつあいや沖縄の人ってそうそうこたつ持ってる人のいるよ、ね、うちはもうこたつ、こたつ売ってるんですか。売ってますよ沖縄で。あそもそも ね、まあ、あとは温風ステーキね、寒がりなんでこたつも温風ステーキもステーキです。エア沖縄のエアコンは暖房がないって聞いたんですけど、いやそれは昔の話、今あります。今あるんですか。今うちはまあ暖房もねありますよね。僕ね、こたつ、ね、新井さんがもう40年でしたっけ、はい、40年、ね、沖縄でね、もうほとんどうちなんちゅうですけど、自分も最初ね引っ越してきた頃は半袖だったんですよ、ずっと真冬も、はいはい、長袖必要になって、いや必要です、ね、朝起きるのが寒く感じます。そうなんですね、沖縄の冬も寒いなと感じますよ、もういよいよお嬢さんもねアロハだけじゃねこうちょっと寒くなってね、まあ、去年も12月ね半袖着てましたけどね、はいはいはい、いややっぱりまあ東京はね他の内地に比べるとやっぱりこの気温は ね全然違います、うん、暖かいですよ、はい、そうその全然暖かいんだけど、沖縄の人に見ると冬はやっぱり寒いです、よくほらクリスマスのね、はい、絵でもサンタさんがこうサーフィンやってね半袖短パンでやってて、沖縄はそんなイメージですから ね、そうですね、雪とかないですよね。そうまあ11月ぐらいまでは泳げるっていうかね、海遊びできる感じですから、うんね、そんなね冷え冷えとして今真冬の、ね、沖縄で私ねこの間ちょっと会ったまあまあ年配の女性がね、うん、これさ水素ボトルってよ冷え性効くのって言われます。いやそれは聞きますよ。なんでです。血流が良くなるんだから、ボカボカしますからね。血流っていうのはもう元ですから、その冷え性でも何でも。本日はドクター水素ボトルの新井教授をお迎えしてお届けしてますけどもまあそっか、そうですよね。そうですよ、私もだからもう本当昔は足が足先が冷えて、うん、冷たくて目が覚めちゃうっていうのよくあったんですよ、ね、眠れない、うん、吸うようになったから全くそんなことないですよ。あさっきね奥様でやってる、はい、ほら眠気がっていうかポカポカしてね、はい、落ち着くんでしょうねやっぱりね、血流が良くなってね、うん、ね昔はね体も熱くなったって言ってますよ、あったかくなったって、だからこうなんかポヤーンとこう眠気に誘われたりという、そうそうそう、いい、まあ、冷え性もなくなると思いますよ、ね、うん、そうですね、ちゃんと吸ってれば、
もう何でも体験会やって一番お客様に言われるのはやっぱり体中がポカポカしてきた。うん、なるほどね。ですごい人はね、こういう私まあスマートウォッチで体の体温とかいろんなの見れるやつつけてるんですけど、はいはい、持ってる人にちょっと今の体の体温を見といてくださいって言うんですよ。うん、そうするとね、35度3分とか54度4分とかだと、うん、あ低いですねって、うん、水素吸ってみましょうねって言って吸わせるんですよ。そうするとね、みるみる体温上がるんですよ、うん、30分1時間で1度とか上がっちゃう時あるんですよ、うん、だからそれはもう持ってるこういう時計とか持ってる人だったら分かりやすくて、なるほどね、でポカポカ、本人も当然ポカポカしたっていう実感があるんですよね。なので、まあ、血流良くなるってそういうことだと思います。血流 血管血流っていうのはもう人間の健康の本当の元ですからね、はい、もうベースですから、そこから絶対痛むんですから何にしても、はい、そうです ね、やっぱり血の巡りが悪くなるってね、頭もそこからおかしくなるし、はい、成人病成人病がね、なんで成人病かって言ったらやっぱりその成人した後にどんどん血管が細くなって短くなるから、うん、その自分の体の機能がちゃんと働かなくなる、逆に言うと血流が戻ったら最高なんですよね。そうですよね、うん、その考え方だから戻る、ね、本来の、ね、北条さんよくほら何ですかね、人間の活力とかそうあるわけじゃないですか、本来のそういう仕組みはちゃんと体の中にありますからね。何かこう特別にこうお薬みたいにね効くとかそういうんじゃなくて、体の自分のメカニズムがちゃんと働くように戻るっていうだけのことなんでね。ちょっと質問ですけど、薬事法とありますよね、はい、これ今ラジオで公なんですけどいいんですか、何にいいとか、ご自分の体験を語ってるのは全然いいんです。なるほどなるほど、はい、ただ僕がこういうことが治りますよとかっていうのはダメなんです、うん、なるほどなるほど、なんですけど、まあ、現実はそういうことが起こるんですが、それを私は言っちゃいけなくて、うん、それで毎週ゲストに来ていただいて、体験話、ね、ご自分の話をしてもらってる、ご自分の感想を言ってるだけなんで、それは嘘言ったらまずいですけど、はい、事実なので、うん、それは制約を受けることはないそうです。触れないわけですね、はいはいはい、よかった。ちょっと一瞬ちょっと心配になってました。で、まあ、新井さんの場合にはその手がしびれられたのが改善したっていうのは、うちの神さんはねやっぱり肩こりがひどい肩こり症なんですよ、はい、これがだいぶ和らいだとは言ってましたよ、うん、だからもう前の夜寝るときに肩もってうるさかったけど、はい、今すやし寝てくれるから助かってます。助かりましたね助かりましたね。そうそうそう、いやでも、いや本当に本当もう大変ですもんね。でもね、あれなんですよ、沖縄の方で先々月かな買っていただいた方なんですけど、肺が悪くなってしまってちょっと歩いただけでもうぜいぜいなる方がいらしたんですよ。でその1ヶ月後使っていただいて1ヶ月後にお邪魔したら、奥様がお礼をおっしゃるんですよ。 ありがとうございます、本当に良かったですって言うんですよ、うん、で、なんかいいことありましたかって言ったら、うん、いや実は主人が呼吸が楽になったことも確かなんだけれども、うん、私が四六時中ついてなくて良くなったんですって、うん、一人でどこにでも行くようになったから私が解放されたんですって言うんですよ。そういうこうなんていうかありがたみ、そうでよかったですねって言ったんですけど、本当に楽になってもう全然心配ないって言うんですよ、ね、夜の作業もなくなってよかったです。そうですね、もういろんなこうねケアしないといけないからちょっと苦しまれてたらいろいろねバタバタしなきゃいけないじゃないですか、そういうことがなくなったって言って本当に喜ばれてました。どうしたね、今ほら僕のちょっと友人で世話をしているあるご老人っていうかね、まあ、有名な方なんで、ね、あまりラジオですって言ったらあれだけど、そうですね、本当沖縄でも、ね、有名なこの間来てもらって、はい、北条さんとね江戸さんにも来てもらって実験してもらって、もう即ね買うということで、はい、早く送ってくださいって ご本人気づいてらっしゃらなかったですけど、はい、まあ、うちの常務なんかもね言ってたんですけどね、うん、起き上がるのが最初やっとだったじゃないですか、はい、うん、ところが途中から30分ぐらい吸われたところから声の張りが全然変わってきましたよね、はい、ものすごい力強くなられて、はい、ね、ご自分のお仕事に対してのこう、うん、ね、ビジョンをこう、はい、素晴らしく語って教えていただいて、もう本当ね、もう本当に、ね、いつまでもこのエネルギーで頑張っていただけたら最高だなと思いながら私も帰ってきたんですけど、
期待期待してるんですよ。ね、楽しみです ね、まあ、30分であれだけ、はい、あのこう迫力が出てくるわけですから、そうそうそう、徹底的に吸っていただいたらもう全然変わると思います、ね、楽しみです。だからもう、はい、早くあの吸ってほしいってことで前もね、はい、言ってたけど、はい、もうあの工場さん来るの遅かったらもう土井さん来て説明してよって私には至らないんですけど、ね、とにかくね本当にお会いできて、あの、うん、元気にねやっぱりやってらっしゃった方がもっと元気になってほしい、はいはい、うん、ね、やっぱり本当に思いました。時代を作った、ね、方がやっぱりなんかな病気なんてって、ね、思いたくないですから、うん、新井さんの周りに、新井先輩の周りにはいらっしゃいますか。やっぱちょっとどうしてもご年齢的にとかね、はい、うん、まあ、痛みがあったりやっぱりいますよ、ね、うん、まあ、この ね、あの私の年代は大体そういう年代ですから、うん、うん、なんか見かけ若く見えるという人もいるけど、うん、もう中学、まあ、後期高齢に何かかります、何かかってますか、そうそう、まあ、何か、まあ、我々の世代から上っていうのも皆さん何かありますよね、はい、いくらお元気だとおっしゃっても何かあります、はい、でもね、僕はもう5体言うんだけど、僕は5体満足なんですよ、はい、歩くのも不自然ですね、五感不満足でしたから五感不満足をこの水素ボトルで五感満足にしたいなと。ああいいですね、だから全部医者通ってるんですよ、目、鼻、はい、口、ね、耳、もう全部今5つが通ってます、あ6つかな、あのクリニック病院に、はい、6カ所、うん、2週間2ヶ月に1回なんで、だいたい毎週って、ね、うん、私の場合個人的には12ぐらい改善したんですよ、自分のことで言うと。なので同時にそれがぐーっと進んでいくので、さっき申し上げた通り血流なんでね、あの何にっていうんじゃなくて全体が良くなっていくんで、同時にその五感がどんどん研ぎ澄まされて、で食欲も増して、お二人ともいい体格になられて、はい、僕ももう少し、ね、いい体格にならないかなと思ってるから育ち盛りなんで食欲湧いちゃうのもね、やっぱりもう本当にあの重心つけて代謝が良くなるもんですからね、そういうことですね、そうなんですよ、だからまあね食べられるっていうのもある意味健康で、うん、で僕はまあ糖尿病があるんで、はい、これを、ね、血糖値あの下げるっていうかね、はい、その効果を期待してるんで、はい、ぜひあの、以前出ていただいた方でインスリン打たなくていいですよってお医者さんから言われて、あの A1C が下がりましたっていう人いらっしゃいましたけど、ね、まあ、まさにこれを今の目標で変えます、膵、はい、臓の血流が良くなることが大事だと思いますんで、うん、はい、でその血糖値高かったんじゃないの、そうです私は、お嬢さんもびっくりするあれですけど血圧もね、うんうん、僕ももう糖尿あのなんですか医者からストップかかるレベルでした、ね、痛風もひどかったですもんね、うん、本当にもうそれでね痛風もうなんですか麻酔なしでここちょん切られたぐらいの手術に近いレベルのね施してっていう矢先だったので、なる、ね、やっぱりありがたいありがたいっていう感じです、ね、もう水素ボトル万歳ですね、はい、なんかそろそろ時間ってからもうもう一本やりますかダメって言ってる、またでもねあのその五感がどう変わったかっていうのを今度ね、あのね出ていただいてまたご紹介いただければ、うん、新井さんのこう年に1回の、ね、ただ健康診断とか、ね、はい、今通ってらっしゃる病院が減ったとか、はい、あのお薬何種類でしたっけ今 11かな、ね、あそれぐらい飲んでらっしゃるのがまあまあ2つになったよとか、うん、お聞きしたいです、そうですよね、やっぱり、ね、うん、そうありたいですね、究極、はいはい、あそうだ私、ね、報告があるんです、はい、まあ、今度ねまたぜひ出てもらおうと思うんですけど、9月11日に放送した上野夏実ちゃん、おお、再生不良性貧血の女の子、1ヶ月で血液情報がほぼ正常値になったんですが、先日お電話いただいてたった3ヶ月でですね寛解しましたって医者から言われたんですよ、もう病院に来なくていいよ、薬もいらないよって、すごいことになってもう本人本当に喜んでました、上村誰ん、どうなった、あの広島の方なんですけどね、ぜひまたちょっとご本人来てもらおうと思ってます、はいはい、はい、まあ、ラジオね、はい、電話で出ていただいたんですけど、僕もそれもねもう本当感動のレベルでした、ね、ね、はい、はい、皆さん今週もねうっそーのような本当の話ということでお話ね、ゲストのね、吉新井さんね、こちらでも生放送でお届けしています月曜日ね、はい、新井義雄さんと、北条さんね、ドクター水素ボトルの北条正弘さんをお迎えしてお届けしました。
来週もまた元気にね、うざんっていうようなお話をお届けしたいと思います。皆さんありがとうございます。今日も本田さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしく、はい、よろしくお願いいたします。